皆さんこんにちは、ペソでございます。ファミスタ DS のね、2009続きやっていきましょう。ウェゾンさんがあれやから、もうそのままですね。リーソップさん先発で、そうか、ドームやね。ああ、落ちない。ああ、ボールや。DS 版ね、近いからなどうしてもジャッジが遅れるんですよね。ああ抜けた。インサイド。おお、あれセカンド投げたつもりやった。ああ、抜けた。うっせえ。相手ね、新井さんらしからだったよね。飛びすぎる。よし、抜けた。ああ。あぶねえ、戻れない。あ、せや、これ LR で全員キルイできたんや、忘れてた。極めた。うお、さすが後に40本打つだけあって、あ、立ち直った感じするけど、どうでしょうね。よしよしよし、満塁。
た、見透かされた。4番やからね。ナイスタイムリー。うわあ、フォークか、人気とも。惜しい。あはは、打ち込んでた。はい、ということで、2点タイムリーでね、逆転しましたね。ラミちゃんも7本も打ってんねん。へえ。ハハ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 ハフォーク、ジャンプフォーク。おお、チェーン型。セーフ。ああ、よかったよかった。これはいい。タイムリーになったけどね。これも左中間。さあ、新井さん、片目打ちを。あ、疲れてるやん。なんとかこの回まで。
聴取の権利を得てね、降板できそうですね。こういい当たりね、左中間に。さすがですよね。うわ、マイケル中村さんがこれ。ということで代打、翔太さん。ははは、警察か。行きましょう。タイガーさんラッキーセブンですね。あ、これは、抜けなかったね。何気に 1.13 防御率。あ、ライト前にならず。ギリギリ間に合った、一瞬戻ったからね。さあ代打は、今岡さん行きましょう。素晴らしい、まだ10割。
けにね。はい、8回はもちろんウィリアムさん。素晴らしいね。あらあら、どうした？あぶねー、初失点かと思った。はい、ということで、無事に勝てましたね。まだファミポイントがちょっと足りてないんでね。新井さんは、まだでも両方とも70はいってないんか。桜井さんがね、スキルは変わってない。まだなんかね、新たな、スキルついたような感じはなかったですね。まあ、もう次のまたガシャまでもうちょっとなんでね、頑張って貯めていきたいと思います。では、今回ここでね、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。